久しぶりの合計じゃない？そうですね。初じゃないよね。いや今年初です僕。いや今までもこの65と68ってあったっけ？あると思いますよ。あるよね。はい。全然あると思います。久しぶりじゃないでも。いや尖ってますね。ね。すごい嬉しいわ。トゲトゲしいですね。どうなることやら。いやこんな尖ってて細いの久々に履きましたね。すごいね。ほんと刀だね。1年ぶりね。これは硬いのよまた。いや久しぶりに乗ったけどカッチカチっすか。カッチカチだったな。なかなかしなんないんさ。あだいぶ足の力つきそうっすね。これ乗り込んだ。これは久しぶりに乗ったけど。いや今日完璧なコンディションじゃないですか、ね、マイナス15度ぐらいかな、5度ですよね確か、うん、でも結構雪降ったらちょっとダウンあるから、はい、昨日ナイター来たんですけど、うん、10センチぐらいあったでしょ。積もってましたね。だってもう俺昨日朝市来てたから、はい、もうその朝市から10時でも15センチぐらい降ってさ、湿ったやつさ、びっちゃびちゃになって1回もう久しぶりに休憩したもん1回。マジっすか、うん、珍しいっすね。ね、段差注意ですねこれは。段差注意だわ。でも見えてっから、うん、まだ光があるんでいいっすね。この見えない段差は本当こっちに来るやつ。いや乗れるかな TT。 めっちゃ怖いな。力を抜いてたもんね。あそれ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 を忘れずに力を抜いて緊張と緩和で、ね、うん、おいえ、うぅ硬い。硬いんじゃない？硬いね。硬いね。うぅ。めっちゃ良かったでしょ。最高でしょ。最高なんさ。やばいでしょ。忘れてたことがあったでしょ。忘れてたこと思い出しました、ね、そうでしょ。自由ですね。そうなのさ。やばいな。どのタイミングでも行けちゃうでしょ。やばかった。最高だったね。最高でしたね。いいラインだったよ。マジっすか、ありがとうございます。ラインも良かったし、この太陽の光 もう完璧すぎたわ。いやいいな、やっぱり6号ってなんか年々面白くなってきますね。そうでしょう。は深いよね。いつもこの辺りでどっち行くか迷うんです。迷うよね、はい、まあね、そっちも急に突然バンク出始めるもんね。そうなんですよね。でもこのグーフィーバンクはやっぱこの辺が一番最上級でしょ、気持ちいいところが。そうですね。ね、そこから先はやっぱりちょっと緩やかになっちゃうんで。ね、グーフィーバンクハンターとしては忙しいところだよね。どっち行くみたいな。ね、いい綺麗だねペペのこの。いやーつっていただきます。いや、
最高やばい今日よいしょ、いやーよかった今のライン、今のライン結構よかったね、最高いやーよかった。そしてその板で切り上がっていくとこかっこいいっすね。いいよね、グイーンいったでしょ相当踏んでるんだろうなみたいなはいわ。硬いですね。いやそれ見てると68も欲しくなっちゃいますね。この68はいい、かっこいいよね。すごいシンプルで大好きなんだよな。次どこ行こっかな。こっちもいいんじゃない？こっちじゃない？めっちゃ綺麗でしょ。やばいな。こっちの6号はまたちょっと違う世界に行ってそうですね。またね、クイックだからね、こっちは。クイックでちょっとシャドウもあるんで忙しくなっちゃう、ね、忙しくなりますねすごいね、舐め回されてるね気持ち良すぎるもん、うん、すごい。伸びがやっぱすごいね、キューン行くね、すごいラインだと思うと、そこ行くのみたいな初めてでしたよ、ここ横断しまくるのいいね。あ、そうですよ ね TT っていいよね。 TT っていいっすね。めっちゃいいよね。ずっと乗ってなくてこう溜まっててさ、はい、乗ったら本当急に本当マニュアル車になる。うん、忘れてたでしょ。忘れてました、完全に、ね、ずっとオートマ乗ってたんで。オートマに乗ってたもん。オートマだけ乗せばダメになるから、うん、体がよりやっぱりこっちの方が感覚が敏感になりますね。敏感だわ。
よかった、はい、いや気持ちいいね。気持ちいいですね。いけるもんね。また TT になったらペペまた滑りが変わってまたいいね。いやそうですね。ね、良くなったわまた。本当ですか。うん。バンクの使い方上手っすねやっぱり。上部屋さんいいところ行ってた。最高でした。いやいいとこ滑りましたね今日。すごいいいとこ滑ったと思うよマジで。いや最高だったな。最高級だね。最高級ですね。うん、丸見えだもん。これ以上ないっすわ。ないね。はい。久しぶりにそこのバンクロッキーバンク、 ロッキーバンクウェーブバンクからのロッキーバンク的な感じですね。ね、俺探査とかの激合わさめっちゃ掘れてるの、うん、すごい、 すごい掘れてます ね、 めっちゃ弱くてさ書きにくそうですもんねあそこオフィスでここ一番嫌だよねふんでるね。いや、
げえ。ああ最高だった最高。いえ、ラスト決めましたね、バッチリ。気持ちよすぎた。奥まで行きましたもんね。いや最高だった。二次会行きますか。二次会行こうよ。